Hello, everybody. This is Meg. こんばんは、メグッペです。最近寒くなりましたね。寒。さて、先週と先々週だったと思うんですけど、爆弾低気圧が2週連チャンで来たということで、日本も各地でいろんな影響が出てたと思うんですけれども、今日はその爆弾低気圧を英語で言ってみたいと思います。皆さんどういうか知ってますか？実はもうこちら、ボーンサイクロン、ボーンサイクロン、爆弾そのままなんですね。はい。で、日本はあまりこの爆弾っていうのにいいイメージがないので、なるべくこの爆弾っていうのは避けて使うようにしているということなんですけれども、爆弾低気圧は、簡単に言うとボーンサイクロン、ボーンサイクロンとなります。知ってました？で、もう少し詳しく調べてみると、爆弾低気圧とは急速に発達し、熱帯低気圧並みの暴風をもたらす温帯低気圧を示す俗語ということです。他の爆弾低気圧の言い方は、Explosive Low Pressure System、Explosive Low Pressure System です。Explosive は Explode、爆発するという単語の形容詞です。なので、Explosive Low Pressure System でも爆弾低気圧という意味になります。では、ここで、ボームサイクロンを使った例文を一つ。逆だった。The weather was terrible because of the bomb cyclone. The weather was terrible because of the bomb cyclone. 爆弾低気圧のせいで天気が最悪だった、ひどかったという意味の文章です。また爆弾低気圧やってくるかもしれないので、ぜひ覚えておいてください。めぐっぺでした。またね。